が作った像なんでしょうね。どのくらい前に作られたんだろう。何でできてるのかな。どういう言われがあって。シャオランは歴史があるものとか不思議なものとかを見たり調べたりするのが大好きなんだよね。すみません。でもシャオランの木うまいじゃないか。シャオラン、これなら明日の興行に出せそうだね。でもお客さんの前でこういうのやったことないですし。でもさくらはやる気満々だよ。あ、姫